羽黒山五十頭は、山形県鶴岡市羽黒町田向けの羽黒山にある、室町時代建立の五十頭。山形県にある、山岳主源の道場である、合山、湯田の山、羽黒山を合わせて、出は三山という。このうち羽黒山には三山の神を祀る、三上交祭殿があり、そこへ至る山道の途中、小立の中に、この五十頭が立つ。近くには、樹齢千年。 木の周囲10メートルの巨山、時事杉がある。東北地方では、最古の塔と言われ、昭和41年に国宝に指定された。塔の所有者は、では三山神社である。平安時代中期の上平年間、平野正門の創建と伝えられているが定かではない。現存する塔は、羽黒山旧記によれば、王安5年に、羽黒山の別当職大宝寺正寺が再建したと、 伝えられる。慶長13年には山形藩主、もがみよが修理を行ったことが、胸札の写しからわかる。この胸札写しによれば、五十頭は大安二年に立柱し、英は三年に屋上の草林を挙げたという。頭は、総高約29.2メートル、頭進号は22.2メートル。屋根は武器、様式は純和用で、 刀身には彩色塔を施さない白木の塔である。明治時代の神仏分離により、神仏集合の形態だった、羽黒さんは、出羽神社となり、山内の寺院や僧帽はほとんど廃され、取り壊されたが、五重塔は取り壊されずに残された数、少ない仏教式建築の一つである。江戸時代は五重塔の周囲には、多くの建造物があったという。近世までは、 島内に、聖観音、群んり明王、妙見菩薩を安置していたが、神仏分離後は、大国主名を祭人として祭り、では散々神社の抹社、千多野武者となっている。山形県鶴岡市羽黒町田向羽黒山、境内鶴岡駅よりバス40分、徒歩10分。ありがとうございます。